手こいたってなんで今何か落とした。いやなんかペッって音がした。何どっから。いやわかんない、なんかここから下から、うん、いやわかんない、ここからケツから出た音かわかんなかったけど、うん、なんかへっぽい音がしたから、うん、へこいた。じゃあ下かもしれない。いやしとるやん。いやしてないね、ほんとに下かもしれない、無意識に出ちゃった。そう、あの肛門の感覚がないかもしれない。いやひどいな。いやほんとに。まあね、俺今回ね、あの皆さん知ってると思うんですけど、まあ、テレビ東京の深夜にざっくりハイボールっていう知らないあったんですよ。そこでね、喜怒哀楽園っていうトーク企画みたいなのがあって、はい、っていうのも内容が感情と、まあ、レベルのボックスが2つあるんですよ、うん、はいはい、まあ、そっから1つずつ引いて、まあ、その感情とレベルにまあぴったりのトークをした人が優勝みたいな。あ、あと喜怒哀楽って言ったんですけど、まあ、喜怒哀は分かるんですけど楽ってちょっと喜びと楽しみってかぶっちゃうじゃん話的に、はいはい、だからそこはちょっと恥っていう新しい、あ、恥ずかしい話、オリジナルコンテンツ、そうそう、まあ、オリジナルオリジナルシリーズね。まあそうです、オリジナルシリーズ違うね、モチフリックスオリジナルコンテンツ、ね、恥恥、ね、それ見は俺からの方がいい？うん、まずルーレット、まず怖いルーレット、普通に YouTuber が使ってるやつはないやつ使ってる。ダメだ、ちっちゃっ。文字小さすぎない？それこれしかないんだ、何も見えないんだけど、これしかない。お前の声量ぐらいの文字これしかないんだもん。だって 青が黄、黄色が銅、赤が愛、緑が恥ですね。でまずまあ一つの、ね、僕の、まあ、トークテーマ決めます。スタート。はや、なんかダーツやってるんですよね。何ですか。お、恥。うわ、恥ね。いきなりモッチフリックスじゃん。いいじゃん、恥。いきます。じゃあレベル、はいはい。うお、すごい、なんかレインボーみたいになってる。おー、なになに、 9か、なかなかの恥。恥の9。レベル9。うわ、恥級あるな、俺。あ、じゃあまあ、話しますね。はい。僕、ここ最近、ネットフリックスに加入しまして、はい。はい、まあ、いろいろ見てたわけよ。はい。ネットフリックス加入してから。うん。そしたら、まあ、一時期話題になって、全裸監督っていう。ああ。山田孝之さんだっけ、あの人。うん、まあ、うん、そうそうそう、あの人が出てる、全裸監督っていうのを、まあ、見てたのよ。全裸監督ってまあちょっとなんかエッチな話じゃないですか。まあ、AV を作ったり、うん、まあその裏本ビニ本みたいなあったじゃないですか。それも見て、なんか、あ、こんなにがっつりなんだって思ったの。そうそう。全裸監督をまあ、エピソード1から、うん、まあとりあえず3ぐらいまで見たんですよ。あ、はいはい。そしたらちょっと、まあ男として、ちょっとムラムラしてくるわけじゃないですか。まあね、ちょっと、ね。全裸監督ってね。ちょっとムラムラしてくるわけよ。はい。だから、まあ、ちょっとエッチな気分になりまして。はい。ちょっとムラムラしてきたから、はい、全裸監督じゃなくて、ちょっと本編行こうと。AV の方にね。ああ、本編って言うだろ。全裸監督は予告にすんなよ。ワイヤレスイヤホンって聞いてるんですけど。ああ。なんか、その、ワイヤレスイヤホンって、なんか不具合なのかわかんないんですけど、充電切れた瞬間って、動画大体止まるじゃないですか。止まるね。俺のなんかたまに不具合で止まんないんですよ。ああ。それで、まあ最初見てて、はい、ライブ横。ワイヤレスね。そう。ちなみに何、何ちなみに、まあなんか、女子高生ものみたいな。まあ王道だよな。王道ではあるんですけど、まあそれ見てて、うん、そう見てた時に、もう、全然気づかないんだけど、うん、この、俺結構音量を小さめにしてるの、いつも。ワ、うん、イヤレスイヤホンの、うん、でね、このいつ切れたか分かんないんだけど、はい、切れた時にこっちのスピーカー、こっから出るスピーカーマックスだったの。だから別に違和感なく聞いててずっと。あ、ちょうど、まあ、大差ねえなぐらいの感じだったの。そっか、イヤホンしてる時ちっちゃいけど、ちっちゃいけどこっちではマックスだから、耳栓集状態だからね。そうそうそう、うーわー。聞いてて、はい、あ、まあまあまあ普通にことを終えまして、はいはいはい、こう外した時に気づくのよ。うわ出てるやん音みたいな。うーわってなってて、もうこう周りを確認したら、まあ、たまたま親がいなくて、おお、まあ、よかったって思ったら窓全開だったっていう。1階なのに俺んちで、いつも家通るのよ、部屋の前とかを。そうだね、俺のとこ自転車とか置き場あるから、それを15分間ぐらいずっと聞いてたっていう。うわっていう恥話。恥
はいはいですね、はい、なるほどな。確かに本当に死にそうになったな。いきまーす。はい。なんか愛、喜び、喜び、喜び6つで喜びいっちゃむずいかもね。喜びいっちゃむずい説あるよ。これレベルいきまーす。はい。めっちゃレインボーね。ほんとだ。お喜びの4。喜びの4。まあまあ嬉しかったこと。いや、6つ。まあまあ嬉しかったこと。いや、めっちゃ短い話になっちゃうわ。あ、もう全然。この期間だからさ、うん、まあ夜中までこう起きてさ、うん、起きちゃう理由は俺の中ではなんか一日のこう密度がさ薄いから、うん、なんかやりきった感がなくて寝れないみたいな説があって、うん、それだなって思ったんだよ、うん、で、まあ案の定ね朝6時に寝る生活をしてたんだけど、うん、なんかある日を境になんか俺普段12時間ぐらい寝なきゃいけないんだけどなんか5時間ぐらいでいけるようになって、うん、最近もうなんか今日とか俺3時に寝たんだけどなんか珍しく、うん、6時半とかに目覚めるようになって、ま、そうでそのなんか体内時計の朝起きる時間が正常になったよって話。でも確かに喜びね4ぐらい、これ4ぐらい、4ぐらいではある、これ4ぐらいでしょ、4ぐらいではあるです。なるほど、なるほど。はい、じゃあまず感情ルーレットいきます。ほい、赤。あ、悲しみ、悲しみ。難しそうだな、悲しみも。愛ね。うーわ、ちょっと待って。いきまーす。うわ、なんですか。でも6か、 6? 6って微妙じゃない。でもちょっと強めの、ただですね、悲しみ難しいのに6の悲しみやばくない？6の悲しみはむずいかもしれない。まあ高校2年生の時にコンビニでバイトをしていて、うんうん、刺すなコンビニでバイトをしていて、あの僕が5時から7時までで、短い、なんか交換させられちゃうんだよね、極端そう、5時から7時までで、で7時から10時の人と、まあ、交代だった。で、まあ、その7時からの子が、まあ、1個下の、まあ、後輩なんですよ。高当時高1か。で、まあ、その子が、まあ、まあ可愛くてですね、あのちょっとこれは飯行くしかねえってなって、あのまあなんとかその、まあ、交代だけどそのちょくちょくね、まあ、小話みたいなのもしつつちょっとコミュニケーション取っていって、いいじゃんいいじゃん。そのたまたま一緒の日があったね、ずっとね、5時間最高じゃん。そう、最高、はい、もう最高ですってなってで、なんか LINE を交換したのかな。うわ、その時にワクワクする、はい、もう勝ちましたと、LINE もゲットしちゃいました、もう時代来ますって思って、うん、まあ飯誘うじゃん、最初 OK されたの、おはい来たとはい、もうもらいましたこの子、ありがとうございますって思って、まあそのいつにするって言ったんですよ。で、まあじゃあこの日がいいかなみたいな、おじゃあこの日にするって言って、いいじゃん、もう服もちょっと買っちゃおうかなみたいな感じでえ、めっちゃいいじゃん。そこは大体女子はぐらかすからね。そう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 。だからもう決まったから、うん、ちょっと友達呼んで、ちょっと俺デート行くから新しい服買いたいんだよっつっていいじゃん、金握りしめて服屋回ってってまあちょっと買ったんですよ、服を、うん、いや、そんなそんな古典的ではないけど、うん、うん、そんな古典的には、まあ、新しい服も買ってよし頑張るぞと思ってたらですね、もっとそのまあ女の子から LINE 来まして、ごめんなさい、食事の日なんですけど、シフトのミスかなんかでバイトが入っちゃってて、そこがどうしても外せないバイトなんですよねって言われて、うん、おっとってそんなバイトってあんの、絶対外せないシフトみたいな。いや、いや、ない。どうなんだろう、ね、しかも1ヶ月先とかなの、それが絶対外せるじゃん。外せるね。おっとって、まあでも俺はまだね純粋というか、うん、あんまり恋愛のその経験がなかったから、うん、あ、そうなんだ、じゃあ違う日にしようかって言って、
いつにするって言ったんだけど、ちょっとわかんないですね。うわ、出た。ちょっとわかんないんですよねみたいに言われて、おっと。でまあ後々その子の、ちょっと仲いい友達であり俺の友達であるやつに、なんかあんま行きたくなかったらしいよって言われるっていう。うーわ。以上です。13じゃん。反省してるわ。それは悲しい。悲しい。胸グンなったもん今。悲しい。出揃いましたけど、はい、出揃いましたね。投票しますか。はい、いきます。せーの。おおお、優勝です。おめでとうございます。ビリです。ビリです。ビリです。召し上がってください。いや、なんもいいことない。召し上がってください。悲しい話して悲しいこと起きて。ちょっと飯代なんかただになったわ俺。次第逆転直して飯を奢ってもらえる人じゃん。そうじゃん。嬉しい人じゃん。嬉しい人だ。めっちゃ嬉しい。嬉しい人だな。キー4じゃん。キー8ぐらい今。